阿蘇市一宮町西手の地区で農村について研究調査を行ったウィーン大学の調査団一行が平成28年9月21日阿蘇市を表敬訪問して熊本地震への義援金を送りました。阿蘇市を表敬訪問したのはオーストリアにあるウィーン大学東アジア研究所のマンツェンライターウォルフラム教授ら調査団の一行です。ウォルフラム教授らはオーストリアで熊本地震のことを知り、大学の先生や学生らに募金を呼びかけるなどして義援金を集め、今回調査に訪れたのを機会に阿蘇市役所を訪問して義援金を送ったものです。義援金を受け取った宮川清樹副市長は、義援金は有効に使わせていただきますとお礼を述べました。ウォルフラム教授らは9月16日から22日まで阿蘇市に滞在、48年前に西手の地区で調査した農村の状況が48年間でどのように変化したかなどについて直接住民に会って聞き取り調査を行い、今後の研究に役立てたいということです。